ビクトリア・ユージェニー・オブ・バッテンバーグ。ビクトリア・ユージェニー・オブ・バッテンバーグは、スペイン王アルフォンソ13世の日。前スペイン王フアン・カルロス1世の祖母。スペイン語名は、ビクトリア・エウヘニア・フリアーナデ・バッテンベルグ。ドイツ貴族のバッテンベルク家の講子ヘンリー・モーリス。ハインリヒ・モーリッツと、イギリス女王、ビクトリアの末娘、ベアトリスの間の長女として、 スコットランドのバルモラル城で誕生した。父ヘンリーは、ヘッセンイコールダルムシュタット大公子アレクサンダーとユリア・ハウケ伯爵夫人との寄贤結婚で生まれた息子である。ビクトリア・ユージェニーの名前は二人の祖母、そして、先例の大母となった、スペイン生まれのフランス皇后、ウジェニー、フランス皇帝ナポレオン三世の未亡人にちなんで、付けられた。 スコットランドで生まれたイギリス王室の演者は、スコットランドの名前をつけるしきたりだったため、母ベアトリス王女は、娘の洗礼名の最後にユア、と付けた。これは、ゲール語でイブ、にあたる名前だった。ところが、ビクトリア・ユージェニーの洗礼式を司さどった聖職者の、読み間違いのせいで、エナ、となってしまった。このため、ビクトリア・ユージェニーは、親族やイギリスの公衆には、 プリンセスエナとして知られることになった。ビクトリア女王は末娘ベアトリスに自分の片らを離れないことを条件にやむなく結婚を許しており、エナを含むベアトリスの子供たちはビクトリア女王の手元で育てられた。エナはウィンザー城、バルモラル、ワイト島のオズボーンハウスで子供時代を過ごした。イギリス軍人だった父ヘンリーは1896年、軍務中に シエラ・レオネで病死した。1901年に、ビクトリア女王が崩御した後、ベアトリス王女と4人の子供たちは、ロンドンのケンジントン宮殿で暮らした。1905年、エナは、ロシア皇族のボリス・ウラジーミロビチ大公から、旧婚差、最初は受けようとしたものの、迷った末に断っている。同じ1905年、年は海スペイン王アルフォンソ13世が、 この音イコールストラサーン公、アーサー王子の娘で、美人の誉れ高いパトリシアにプロポーズをするため、イギリスを訪問した。しかし、アルフォンソ十三世はパトリシアよりもその十枚のエナに魅了された。エナがスペイン王妃となるには、王族と認められないバッテンベルク家の家柄の低さ、カトリック信仰の画上スペイン王家との宗派の違い。 ビクトリア女王の孫娘たちにつきまとう血友病の王子を産む可能性など様々な障害があった。それでも、エナとアルフォンソ13世の結婚は承認され、1906年3月5日には、スペインのサンセバスティアン、ミラマール宮殿で、聖公会、イングランド国教会からカトリックに改修している。1906年5月31日、 エナとアルフォンソ13世の結婚式がマドリードのサンヘロニモデリアル教会で執り行われた。結婚式の後に王宮へ帰る途中で二人は暗殺未遂事件に遭遇した。無政府主義者のマテオ・モラルがバルコニーから国王夫妻の馬車に向かって爆弾を投げたのである。爆弾がまさに爆発したその瞬間、エナはサンタマリア教会を見るために爆弾とは逆の側に 顔を向けており、アルフォンソ13世も王妃の顔を見ていたため、二人は無傷で済んだ。しかしエナのウェディングドレスには、馬車の近くを馬で歩いていた、この衛兵の血が染みついたという。エナのスペイン王妃としての生活は、この不吉な事件から始まったが、エナは、スペインの人々に親しまれることはなく、不人気だった。彼女の結婚生活は、王国の継承者たる長男のアストリアス公 アルフォンソを出産すると良好なものになるかに見えた。しかし、生まれたばかりの王子に活稽が施されたとき、医師たちは王子の出血が止まらないことに老狽した。これが王子の血友病の最初の兆候だった。エナは血友病の保縁者であり、結果として長男と末息子は血友病患者として一生を過ごすことになった。アルフォンソ十三世は、 エナが血友病の四継ぎを生んだことを決して許そうとはしなかったし、またそのことについて口にすることもなかったと言われる。国王夫妻は五男二女を設けたが、娘たちはどちらも血友病の因子を受け継ぐことはなかった。子供たちが生まれた後、エナと夫との結婚生活は険悪になるばかりで、アルフォンソ十三世は大勢の他の女たちとの常時にふけった。 国王のお手つきの女の中には、エナの重視のガリエラ公爵夫人ベアトリスもいたと、されるが、これは事実ではなかった。アルフォンソがベアトリスに言い寄ったのは事実だが、ガリエラ公爵夫人は体を許さなかったのである。怒った国王は、ベアトリスとその夫のガリエラ公アルフォンソを国外へ追いやり、取り巻きたちに、ガリエラ公爵夫人は、不思議な振る舞いのせいで、 ペインにいられなくなったと不意調させた。こうしてエナは近しい身内とも遠ざけられた。エナは王妃として国民の医療、給品、教育のための活動を行った。彼女はスペイン赤十字社の再編成に尽力した。1923年、教皇ピュース11世はエナに黄金のバラを贈っている。黄金のバラがイギリス出身の女性に贈られたのは 1555年のイングランド王メアリー一世以来のことであった。大都市の多くが地方選挙を経て共和派の勢力下に置かれ、共和派が1931年4月14日にスペイン第二共和国の成立を宣言するに及んで、スペイン王家は亡命を余儀なくされた。アルフォンソ13世は自身の自発的な亡命が 国内の共和派と保守派の間で起きつつあった内戦を避けることを期待した。王家はフランス、イタリアを転々とした。エナはその後、アルフォンソ13世と別居して単身イギリスに帰り、イギリス政府から出国を求められるとスイスに移った。エナはローザンヌ郊外にビーイル・フォンテーヌという名の上官を買い取った。1968年、着創村のフェリペ王子。 後の国王フェリペ六世の先例の大母を務めるため、一時的にスペインに戻っている。そして翌1969年、ローザンロで没した。意外はスペイン王政復興後の1985年になって、エルエスコリアル修道院のスペイン王家の墓所の夫アルフォンソ十三世の隣に安置された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。